あなたの知らない京都旅1200年の物語。心を整える景色、歴史物語、食。今回は俳優の勝村政信さんが心を整える旅へ。日英のスターがお忍びで足を運んだ絶景庭園とは。ものって整えるものではなくて整うものなんだなっていう。さらに平安貴族も楽しんだ伝統ある遊戯を満喫。いや面白いですね。そうですね。幕末、西郷隆盛の心を動かし歴史を変えた武士の人とは。そんなの社会で教えてくれなかったわ。夜に趣を増す寺院でいただく心と体を整える美しい料理もお楽しみに。